ザクセン・コーブルク・コハーリ家は、ドイツ中部にあった、ザクセン・コーブルク号多公国の君主の家系である、ザクセン・コーブルク号タ家のカトリック系の分家で、ザクセン・コーブルク号多公子フェルディナントとコハーリド、チャーブラー・グエストニア公女・マーリアが結婚したことにより始まった。同系からは、最後のポルトガル国王三代並びに、ブルガリア国王三代が出ている。 1816年1月にザクセンコーブルクゴータ、公師フェルディナントとコハーリ・マーリア・アントーニアが結婚し、1826年に妻の父親であるコハーリ・ド・チャーブラー・グエシトニャ・公、ヨーゼフが没すると、フェルディナント公師は妻の実家であるハンガリー、コハーリ家の爵位と領地を相続して、ローマ・カトリックに改修した。その冒険子孫は、ブラジル王女、オーストリア大公女、 フランス人の王女、ベルギー王女及び、ザクセン皇女とうまく結婚した。その子孫フェルディナントは、神聖ブルガリアの公家、後に国王に即位し、その一族は1946年まで同国を統治した。現ブルガリア王家の当主で、最後のブルガリア国王シメオン2世は、第二次世界大戦後の敗位と亡命を経て、 シメオン・サクスコブルク語付きの名で帰国し、2001年から2005年まで、ブルガリアの首相を務めた。フェルギナント公子、マーリア公上夫妻は、以下の4人の子を設け、いずれもカトリックで育てた。フェルナンド2世ポルトガル女王マリア2世の王輩、アウグストブルガリア国王、フェルギナントの父、ビクトリア・ヌムール・公類と結婚。レオポルト・ブラガンサコブルゴケ内氏、 ブラガンササクセコブルゴイゴータ家は、ザクセンコーブルクコハーリ家の分子にあたる。この家系は、1836年4月9日に、フェルディナント公子が、ブラガンサケのポルトガル城をマリア二世ぎの王廃になった、ことにより始まる。フェルディナント公子は、義父であるコハーリド・チャーブラー・グエシュトニャコー、ヨーゼフの死を受けて2つの神託遺蔵地にあった家の、 財産を再編して、自身と信託依存の受益者たるその後継者のために、公爵の称号を用いた。1851年に、フェルディナントが、1862年にその妻の、マーリアが没すると次男のアウグストが課長となった。長男のフェルディナントは、マリア二世と結婚したことにより継承権を放棄しなければならなかったからである。 アウグストの後はその長男であるフィリップが課長となった。フィリップの唯一の息子であるレオポルトが父に先立って没したことにより、老い、アウグスト・レオポルトが1921年に財産を相続した。コハーリクゲの神宅遺贈地は、アウグスト・レオポルトの次男ライガーの代の1938年に廃された。公尺はフィリップから、アウグスト・レオルドの兄、ペーター・アウグスト、 さらにライナー、そしてその長男、ヨハネス・ハイン・リヒに受け継がれた。2010年のヨハネス・ハイン・リヒの死により、アウグストの継承権を有する男系男子は途絶え、ブルガリア王室のシメオン二世に継承された。2012年、シメオン二世は、姉、マリア・ルイザ王女に、コハーリー公爵位を譲り、これによりコハーリー家の家督と爵位は分離することになった。 アウグスト公とクレマンティーヌ・ドルリアンの次男である、ルートビヒ・アウグストは1864年12月15日に、リオデジャネイロにて、ブラジル王女、レオポルディーナと結婚した。1889年に、ブラジル帝国が崩壊すると、一族はヨーロッパに戻った。両夫妻の長男ペーター・アウグストが1921年に、コハーリクゲの課長となった。 アウグスト公とクレマンティーヌの抜子であるフェルディナントは1887年にブルガリア公、1908年にブルガリア国王になった。現ブルガリア王室は彼の子孫であり、2010年から2012年までシメオン2世はコハークゲの課長となった。コハーリ女公マーリアは15万ヘクタール以上にも及ぶ所要地、森林、鉱山、 工場をも含むゲオーストリア、ハンガリー、スロバキアの地を相続した。1843年に彼女の息子であるアウグストがクレマンティーヌと婚姻を結んだ際の財産目録に従うとするならば、コハーリックゲの財産には、ビーンの中心にある巨大なコハーリ家の宮殿並びに、同都市のいくつかの邸宅、ゲオーストリアのエベンタール市における夏の家と土地、ベルム、 デュルンクルト、ウォルタースカーカン、ボーミスチドルート、アルトフラインにおける、オーストリアの所有地、同じく、ハンガリーにおける、多数の邸宅、キラライティアにおける領地、ペシュトにおける、大邸宅が含まれていた。1868年にマーリア女子の孫に、アタル・アランソンコフェルディナン・ドルレアンが結婚した時には、彼と、その三人の兄弟姉妹は、 母方の祖母の所有地を分割することで、総額100万フランを相続したと見積もられる。義父であるコハーリ公、ヨージェフ没後に、フェルギナント公子は、二つの新宅遺贈地にあった家の財産を再編して、自身と新宅遺贈の受益者たるその後継者のために、公爵の称号を用いた。第一次世界大戦まで、ザクセンコーブルク号竹のコハーリクゲはハンガリーにおける、 大地主の一つであった。からなる二つの新宅依存地がコハーリクゲを一族全体が有することによって財産を得ることを可能とした。ただし、新宅依存地を経営することができたのは受益者たる課長のみであった。貴族一門は課長たる一家の代表者が財産のやりくりをさせかつ、宮殿、上司を維持し、個々の財産のない一族の者への手当てを支給させる。 ためにこのやり方を利用した。1938年のアンシュルスにより、新宅遺蔵地は廃された。1851年にアウグスト公使を長とする委員会は、コーブルクにて地下のお骨堂付のカトリックの教会を建設する計画を練った。セアウグス地の教会は1860年8月28日に落成した。 地下室には15人の小春陸下の遺骸が安置されている。ありがとうございます。